元気になったようで何よりだ。では残りの片付けは僕たちでしておくから、司くんは休んでいてくれ。ああ助かる。よし、誰が片付けるの早いか競争しよう。やっはっはい。まったく、 M の相手がどんな練習よりも大変だな。下手するとルイの演出に付き合うよりも大変かもしれん。貴様、いつもは M にぴったりなくせに奴の方から近づいてきた。うわ、もしやさっき M にバカって言ってしまったから、その報復に。まさか貴様にこんなことを言う日が来るとは。 M お嬢様の件感謝する。な？ M お嬢様はとても頑固なお方だ。みんなを笑顔にしたい、みんなの笑顔を守りたいという思いが人一倍強いからな。それゆえに自分が原因で誰かが笑顔で亡くなってしまうことをとても恐れていらっしゃった。ああそうみたいだな。我々はお嬢様のお心に寄り添いたくとも、立場上どうしても踏み込めないところがある。中立の立場でいなければおそばにいることさえできなくなってしまうからな。だが我々では越えられなかった一線を貴様は、お前たちは飛び越えた。お前たちだからこそ M お嬢様は全てを打ち明けることができたのだろう。だからこそ中途半端に投げ出すことなど許さんぞ。投げ出すだと？誰に言っている。そんなことするわけがないだろう。誰かを笑顔にする前に仲間の笑顔を守らないでどうする。今の言葉決して忘れるな。最高のスターは約束を破らん。しかとその目で見ていることだな。司くん、ただいま。着ぐるみくんと何か話をしていたみたいだけど、何の話をしていたんだい？ん？ああ、大したことじゃない。どこぞの破天荒で頑固なお嬢様を頼むと言われたんだ。破天荒で頑固？誰だろうそれ。いや、お前に決まってるだろうが。はい。とにかくこれから考えるべきこともやるべきことも山のごとしだ。それ言葉の使い方間違ってない？細かいことはいい、とにかく俺たちはやるぞ。よくわかんないけど